こんにちは、ワンディー&ユーポンです。そしてタイガー、せーの、ルースリーショス、タイガーです。です、よろしくお願いしますということで今日は、はい、写真を撮るっていうのがテーマなんですけど、はい、普通に写真を撮ったら面白くない。確かに。で今回はまた対決になってしまうんですけども、どっちがそのカレカノっぽく撮れるか対決します。やったもう要するにオフショット的な。あ、いやいやいや、簡単に言えば彼氏となんとかナウに使っていいよみたいな。そう、そんな感じです。あ、そういう感じか。とかまあツーショットとか、まあそれだけなんですよ。なだってでもこれあれはな、誰が決めるんだろう。視聴者さん投票です。うん、そうだね。じゃあね、視聴者さん投票にします。うん、じゃあね、コメント欄にさ、タイポン、レイポンみたいな書いて、うん、で、グッと押してもらって、グッと数、はい、だから僅差にしてね。どっち支持者がどっちが多いか、金さんにしてほしい、お願いだから。本当に、いや、金さんにはしてほしい、マジで。マジで、マジで金使ってみんな。じゃあ、まず最初にレイ君とやっていきます。はい。あ、ちなみにさ、その範囲とかはないのかな。家の中だったら OK です。あー、OK、 家の中だったら OK ね。家の中か。うん、あ、別に屋上でもいいですよ。うん、あー、じゃあ、3枚撮っていきます。よし。うん、もう、じゃあ、僕部屋で待ってよ。はい。ちょ、会議しよう、一旦。うん、一旦会議。ちょ、一旦会議、やっぱ一旦充電したい、これ。あ、あるあるある。 ありがとうございます。はい、何してんのかと思った , 笑ってくれんだ。うわ、どうしよう。でも、一個は決まってんの、もうボケだけど。おお。でも、ユッポンに、うん、まあ、俺が踏まれるっていうリア充ってなんだろう。あ、踏まれるだって思ったね。なんかおかしいそれ。え、でも、あ、え、なんだろうね。それこそさ、じゃ手つないでて、うん、ちょ、腕入って、うん、ここだけってことだから、お前がユーポンがちょっと初めてお前って言っちゃった。え、結構言ってるよ。言ってる、言ってるお前って言ってる。うん、マジで。この前のゲーセンとかはさ、うん、結構お前って言ってる。え、ちょ、お前やばい。全然。あー、じゃあ、よかった。だから、じゃあ、ユッポンが。意識しちゃうじゃん。まあ、ユッポンが俺だとしたら話。スマホ持って、手伝ってすんじゃん。手、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 これ映ってて、うん、この、こう、みたいな。で、俺はじゃない。ユッポンはあっち向いてる。あっち向いてて。そうそうそう。こう、これ。来い、来い、みたいな。来い、つまりリレーのバトンみたいな。あ、でもそんな感じでちょっと、こうやってて。うん、で、こうなんか、が1枚で、あと1枚どうしよう。じゃあ、1枚1枚ずつ。分かっちゃった。だから、寝っ転、寝てんのよ、片方が。うん。で、片方起きて、パシャッと。それいい。そう。じゃあ、とりあえず、ここで取れるやつ。寝るか、いったん。じゃあ、これで。わーい。はい。これ、心霊現象だ、これ。ここにお化けがいます。お化けがいる、マジで。お、なんかすごい、こっちがすごい。なんかカメラよりも、いや、つかめっちゃさ、なんかお休み感ない。うん、じゃあフィルターない方がいいかもしれない。オッケー。あー、もうあのノーマルカメラ。うん、うわー、でもこれさ、男側の顔もこれ重要じゃない。うううううみたいな感じ、やばいな。ちょっと腹立つ、なんか腹立つって。俺も体ここの味でいいよね、多分2枚ぐらい撮るね、一旦。うん、トラがね、一回トラなしだっていい。うん、もう1枚。うん、ちょっと真面目にいこうぜ。これトラがあるとやっぱダメだ。うん、トラはダメだ。なんかアプリに変わってるよ。なんで白はいよ、目つぶっていきます。お腹くらった。いや、静かになってこれは面白い。なにこの写真。この写真、よく見るほどよくわかんない。めっちゃあるな、なんかあの、うん、確かに。あ、こっちにする。こっちにしようかな。これがね、あのカメラのストッパーなんですよ。それは面白い。何？それは面白い。それぐらい面白い。何？シリなんて言ってねえよ。変身なんて言ってねえよ。あ、いい。あー、いい。え、これ何でもいいの？何でもいいです。え、どんな写真でもいいの？うん。じゃあ1枚決まったわ。おう。本当にどんな写真でもいい。うん。じゃあ、まずは最初は TikTok を使っていきます。おぉ!TikTok の画面をスクショする。わー、すごい。その一枚の写真として、うん、めっちゃカップルっぽい。で、カップルがやってる TikTok ちょっとやろう。うん。
え、すごい。ここが違うんで、彼とは。すみません、すみません。これやるか、これ。ノーズペイント。うん、はい、絶対鼻見せないでよ。はい、鼻見せないで。あ、これ音源的問題あるかもしれんから。うん。ちょっと気をつけて。はい。編集者、気をつけて。おぉ、いいんちゃう？で、これでどこをスクショするかですよね。うん、あとはもうスクショするだけなんで。うん、そうです。1枚目決まりました。決まりました。じゃあせっかくトラいるんで、トラ使いますか。おぉね。うん、じゃあトラに邪魔されるカップルみたいな、ペットのトラに邪魔されるカップル。うん、行きましょう。よし、じゃあこれ座って写真撮ります。仲良く写真撮ろうとしてたら、ペットのトラが、ペットのトラがこう入ってきて、驚いてる時ね。ストーリー説明すると、だからこう、いや、ツーショット撮ろうぜっつって、うん、こうやって家でツーショットこうやって撮ろうとした時に、ペットがこう、うわいって、うわっ、で、タイマーつけてたから、これトラが邪魔してきて、えぇ、ー、って時の、えぇ、ー、って時、家って時の顔。そう、あっ、待って、待って、口水ミスした。え、カップルっぽいって何？これ何？カップルっぽい全然違うよね、だって。じゃあちょっといい、これもさ、ちょっとあの画面録画していい？うん、もう全部アプリは使っちゃう的な。そう、ズル大丈夫？いける、いける。よし。こういうこと、カップルってなんだよ。ここで、うん、いいね。よし、やっぱ生活感ある方がやっぱカップルっぽいなって思うんで。うん、わかった。何？何ですか？お、めっちゃもうカップルっぽいわ。お、そのカップルは多分ね、TikTok やってたんですよ。うん、で、多分 TikTok 撮影前に髪セットしてたの、彼氏は。おぉ。で、髪セットをしてるところ、彼女はこっそり後ろから近づいて、うわっていう、その TikTok を撮ってる時の写真。で、彼氏は、って驚いてる。で、彼女はめっちゃ、って笑って、スマホを彼氏に向けてる。これどうですか？いいと思います。合ってるよね。行こう。よし。ということで、写真撮り終わりました。おー、こういうんだ、お前。じゃあね、早速写真を公開していきます。はい、じゃあまず、レイ君との写真いきましょう。はい、じゃあまず1枚目。はい、1枚目は、え、ちょっと待って、ちょっと待って、順番大事か。1、3、2でいこう。まず1枚目は、はい、こちらです。じゃじゃん。うわー、はいはいはい。寝てるとこを勝手に寝顔撮っちゃいました、ね。そう、あるでしょ、これ。あるね。うわー、確かにね。なんかありそうだなーって。あるあるある。そう。ツイッターに載ってそう。ね。これはいいなって思った。あ、しかも待って、トラの方さ、よしだった。まあいいや。あれ、トラじゃない。いやいや、いいや、トラで。一応見せときます、プーさん。あ、プーさんも。そうだな。トラじゃないのがこれです。あ、こっちの方がいいよ。あ、目線外してるやつだ。うん、これ、はい。初採用します。初採用で。初採用で。最初、ユーポン見えんかったもん。トラとレイ。それもルズリューやん。これです。はい、これは何ですか？あと、だからもう、ちょ、彼女が、な、何気持ち悪い。何それ何？違う違う、題名、タイトル、お腹が空いた彼女。あー、お腹空いてんだ。そうそう、ね、大ボケ、大ボケ。まだ寝てる彼女を横に添えて。なんとかなんとかを添えてって、レストランかよ。って感じです。はい。はい、いいね、はい、おしゃれだ。では、続いて、はい、タイガくんと撮った写真の1枚目を公開します。はい。こちらが、こちらです。じゃじゃーん。おぉ、うわー。TikTok か。どう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 。あ、いいじゃん。あ、これ、あの、デリリリリリリって。そう。うん。で、これタイトル。あ、これは普通にカップルでノーズペイントをやってみた。はいはい。びっくりびっくりみたいな。そんな感じです。はい。じゃあ次、レイ君との2枚目。はい。いきます。せーの、こちらです。はい。うわー！いや、あるでしょ。これは。する！夜景に手つないで。はい、これ。手つなぎに夜景を添えてって。添えて。そう、メニュー2つ目で。そう、メニュー2つ目。でもあれ、なんかさ、これさ、ちょっとなんか男の人冷たいみたいな、怒ってるこの人みたいな感じでちょっと出ちゃうね。いや、ちょ、照れてんだよ。あ、照れ？照れちゃってんの。続いて、太陽くんとの写真2枚目、こちらです。
じゃじゃん、ドドン。これ何してんのこれは。これタイトル、うん、仲良くツーショット撮ろうとしたらペットが間に入ってきちゃってびっくりした。うわぁ、だからだからこれタイマーでやってたの、うん、タイマーで、うん、で、7、6、5、4、3、2、おい、ペットのここ。そう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 、うわ、その日常の一部をやっぱ切り取って、うん、みんなに見せていきたい、うん、でもこのね、トラカップ飼ってるカップルには見えんけど、すごいな。トラ飼ってるカップルなかなかいいね、すごいね、うん、そして続いて、はい、レイ君3枚目最後です、うん、こちらがこちらです。じゃじゃん。何してんの。まずあのね、あの早起きしてまず、うん、盗撮したやん、うん、で次今テイさんにデートしてん、うん、で帰ってきたらなんか布団がね、あの、うん、そう、おもらしがあったのよ。あ、無やったんだ。で、ずっと黙ってたの、うん、しかも、そう、洗わずに出てってたの、しかも、うん、だからそれがバレて、なるほどね、そう、生まれてるって感じです、こちら。変なストーリー。変なストーリーだって。え、題名は、あの、布団におねしょを添えて。なんでだよ。そしたらお前、ユーポンにこんなことやらせちゃダメだ。うん、まず最初に。まあでもね、まあうん、徐々に大人になっていくっていう意味でもね、そう、うん、うん、俺がこれ大人の階段の一段目だ。ダンスだから俺は。なるほどね。そうそうそう。そしたらもうどんどん大人になっていけるから、うん、いいステップアップですね。はい、はい、そして続いて太郎くん3枚目最後です。はい、いきます、せーの、こちら。これ TikTok 撮影前に髪セットしてたら彼女が後ろからびっくりさせてきた、わらわらわら。うわすごいよ。これでもめっちゃカップルっぽい。カップルっぽい、めっちゃこれ、これが一番好きだわって感じで、撮った写真はこれで以上です。よっ、はい、いやね、この中で視聴者さんがこのタイポンかレイポンかどっちがいいかは皆さんが決めてください。お願いします。ということで、ルーズリーフさんのチャンネルでもコラボ動画が上がっていますので、よかったら見てみてください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではオッツパー